えー、2021年8月29日雑談配信です。えっ、ー、と、本当に話すことがないんですね。夏が終わりますね。そうですね。うん。もう今、もうやる気なくなったわ。<laughs> コメント来たからやる気なくなったわ。えー、あなたのせいじゃないんですよ。ただ、うん、今日は1人で喋っても。 いいかなと思っててさあのもうずっと最初から最後まで誰にも相手されないで一人で喋って「夏が終わるね」なんていう話をしとけばいいなと思ったまあ世の中はそうやって自分の思った通りにはいかないんでね <laughs> すいませんね配信してすぐにコメントしてくれるってうのはありがてえもんですよ誰か誰かがこう来て見てくれるってうのはね 今年やり残した夏はないかななんていう話でもしようかなと思います。いやあお刺身、カツオ食べたでしょスイカ食べたでしょセミの声聞いたでしょまあ、海には行かなかったけど、山にも行かなかったけど、外出しなかったけど、うーん、イカも食べたでしょ 全部食べたことですね海行かず山も行かず旅行行かずまあみんな行ってないと思うんですよコロナコロナですからねえー、なんか20代の人の接種が始まって大行列ができたなんていうニュース を <laughs>、うん、実際見に行かないで、えー、ニュースで聞くみたいなことぐらいしかなかったなぁとだからまあ若い人とかには本当にこの2年っつうのはあの災害だなぁと思うんですけどーかわいそうだねそういう人にはね。 そういう人はもう何だろうこれが夏らしいことだとかいうこともなく夏休みは無駄に伸び、えー、なんかしてるんだろうな申し訳ない僕らは楽しい夏を何十年も前に体験してしまってて申し訳ない、えー、<laughs> プール行って芋洗い場とか言われてた時代もありましたなそこまで思い返すことはないけどでもやっぱかわいそうだなうん ねえ自分が悪いわけじゃなくてそういう病気が流行ってるから外出るなって言われてるのはやっぱまああと2年続くと思いますけど人生60年と考えて一番体が動いて自由にしたいうーんそ,そんな時のう4年間を奪われるんだからやっぱかわいそうだなと思いますね僕なんか本当恵まれてるね ありがたいあなんか夏やり残したことないかなないな別に日焼けもしなくていいしでも夏夏らしい食べ物を食べようっていうのは今年はほんとスイカをアホみたいに食べましてあーつ,ついこの間スイカを全部食べきったんですね 美味しかった食べきるまで悪くならなかったスイカも偉いと思いますし今年はあのちっちゃいアブみたいな,なんつうの,あの,あの台所でなが生ごみ放置してると湧いてくるやつあれも沸かなかったんでいい夏だなと思ったりとかしましたもう8月もね29ですから あと2日で30、31ってなったらもう9月になっちゃうわけですよ。もう9月といったら秋ですからね。何食べようかな。もうこれしかないね。<laughs> 何食べようかなは、すなわち生きるってことですから。ねあの。生きたくなければ何も食べなければいいわけですから。やっぱ秋といえば。 きのこな梨柿,柿ぶどうぶどうは夏か秋に食べたらいいやつね、うん、サンマあさサンマまた取れないらしいですね <laughs> 取りすぎたんだよお前らがっていう話ですけど。 ああまあ、サンマ食べれなくても、何かお魚が食べれればいいなと思ったりとかいたします。何にしたってもう、僕は年を取っちゃったから、胃がね、ダメになっちゃってるから。あんま脂っこいものも食べれないし、お肉ばっかり食べるような生活もできないし、ああもう、体の調子が悪いなあって思ったら、 お野菜とうう魚になりますからね魚僕はでもあれが食べれないサバが食べれないから魚イワシとかまああと川魚ですよねそうかもうこの時期から川魚食べれなくなるのかもうちょっと食べといた方がよかったかもなそれぐらいだ 世間で何が起ころうと結局は自分が飯食ってかなきゃいけないわけで、うん、日々の生活はね飯を食わなきゃ成り立たない動けないわけですからまだまだ2021年に、うん、食いたいものが食えてるってだけでもありがたいのかなーなんて思ったりいたします。 これからどんどん食いたいものも食えなくなってくるだろうしあ偽物の食い物みたいなのを与えられる時代になるんだろうから人工肉とかあ人工魚とか人工野菜とかそっちの方が効率的だっつってね、えー、食べ物食物繊維の中にプラスチックとか入れられたものをこう 食わされるる時代に入ってくるんだろうな <laughs> おがくずとか <laughs>、えー、そ,それをね、えー、あれですよお金持ちの人はちゃんとあのちゃんとしたお肉とか野菜とか食べれるけどそうじゃない人はもうあの加工されたものですね、えー、は半分毒が入ってるようなやつとか長生きできないような食物がこう庶民には流通してですよ。 ーなんだろうね若い人はやっぱかわいそうだなと思いますねこれからこれからどう生きてけばいいんだろうっていう何の指針もないまま生きていくしかないんだろうし、はあ、まあそれでも生きていかなきゃいけないわけですからあー生きろと言われてるわけですからまあ自殺しないああそうね子どもの自殺率とかもすげえ上がったらしいっつって 世の中暗いなぁ。暗いまともな人が生き残らない。えー、今日もまた硫酸のニュースやってたし、えー、なんか大変だなぁと思いますけど、まあ、そのうちなんとかなりますんで、皆さん頑張っていただければなぁと思います。なんかやり残したことないかな。花火。<laughs> 無駄なものですね。 夏のの、いいらないもの夏といえば花火別に冬に花火やったっていいわけだしー、ね、どうせ片付けなくてゴミ散らかるだけだしななんか、かいらないかなやっぱな花火を1人で買って1人でやるっていうのは楽しいのかな誰かが見てくれる人が誰かいるから花火は楽しいんじゃないか 花火を喜んでる姿を誰かが見ててくれたり見守ってくれてるから花火なんではないかーんそんなこともないか1人で花火の光を研究する人とかもいるんだろうしうー花火ぐらいかなやってないしやらなくていいなと思ってるのは何が楽しいんですかね夜にあの <laughs> 夜に火薬に火つけて 安全なな火火薬につつけてわーなんつって、わんっちょっと空中に字を書いたりすることぐらいのあれの何が面白いんだろうっていうにはやっぱ思いますんで綺麗だなってってもそれは何だ今のご時世二酸化炭素を出しちゃいけないとかいろいろ言われてる世の中でわざわざ物を燃やすっていうことを楽しみだけのために使ってるっていうのはおかしなもんだから。 これからいろんな世界大会が起こった時にも花火は使わないというね、えー、形にでもならなきゃおかしいだろうというふうに思ったりとかしておりますまあでも地球のためなんて言ってる人間の信じる気にもならないけどね、えー、自分に都合のいいそれぞれの国に都合のいいその二酸化炭素出さない世界の決まり事をして 自分の国だけが得するようにやってるルールをただ設けてるだけなんでん地球のためなんていうことはありえ,ありえはしないわけですからいいよねでもそうやって多少温暖化の世界になった時にそういう嘘を平気でつける人っていうのはうーん結局はその魔女狩りしてる時の人間の価値観と何も変わらないんだってことですか あれ食べてりゃ魔女だとかこんなの信じらんねえとかっていうそういう常識がまた新たに生まれてくる時代に今突入してるのかなとあ世界は新たな中世を作り出してるんじゃないかなと思ったりもいたしますまあそんな中でも生きていかなきゃいけないんで明日何食べよっかああフフフフ茶碗蒸しだな 明日は茶碗蒸しを食べて、えー、秋に入っていこうかなと思います自分で作るのちょっとめんどくさいけどでも売ってる茶碗蒸しは甘いしなんか気持ち悪いしやっぱり自分で作んなきゃダメだなと思ったりとかしてますはい、そんな感じだあの本当にもう今体調が悪くてですねあの夏バテとかじゃなくもう完全に 僕の体の機能がおかしくなっちゃってるのでなんだろうねゲームもできないし座ったままでなんかできるわけでもないしあの動かないし安静にしてるから何にも僕の中に入ってこないんですよ <laughs> テレビ見るぐらいしかないからだから僕から何かこう新しいものを 提供できるというのがしばらくないと思うんですよ。今日も何にもしなかったみたいな話しかないと思うの。その何にもしない間にまた体が悪くなったりとかして、あー今よりね、今より悪くなったりとかして、配信できないという状況にもなるだろうし、まあそれが徐々に続いていくんだったら、それがそれで僕の衰退であると思うしかないんでね。じゃあもう一日一日、目先のことと。 自分のことをですね自分の健康のことだけ考えるっていうことで生きていくしかないなと思ったりとかいたします。そうやってどんどん老害になっていくんだろうけど、しょうがない。ずっと若いまんまではいれないし、ずっと子供の心を持ち続けるなんていうのはもう不可能だし、世の中に何の期待値もないし、うこうやっていくしかないんだなと思ったりとかいたします。それでいいんじゃないかな。 みんなそれでいいいんんじゃないかなみんなかみそれぞれどうせみんな大したことできないんだから僕だけ大したことしようと思ったってしょうがないし大したことしようとしても理解されないだろうからうんじゃあする意味もないよなと思ったりとかするんでんあんまり見つからずひっそりとまあそれ,それでも毎日配信ができればいいかなと思ったり しておりますあ,、まあ明日食べるものも決まったんで今日はこの辺で <laughs> さよなら夏 <laughs> ありがとう夏、えー、これからまた冬が始まるんでね、えー、なんとか、あのー、厚着をして生き残ろうかなと思いますじゃあお疲れちゃんお疲れちゃんでした